演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、こちら上沼豚肉のほっくりした甘ささつまいも煮を食べたいと思います。さつまいもの煮物、夕食の一品やおかずとのおかずに朝とか昼はダメなんですか。そんなわけないですよね。ではこんな感じですね。ちょっと甘そうで大学芋っぽい色もしますね。ではいただきます。さつまいもがホクホクで周囲の煮汁も甘めなのですが、それ以上にさつまいも自体に甘さがあるので甘ったるくなく、とってもさっぱりしながらできました。こういうバランスの良さはすごく重要ですよね。なかなか難しいです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。